案外硬くなかったでしょ。例えばアゼルボーデンとかもっとカリンカリンにやろうと思えばできたろうし、うん、昔はそういう風にしてたと思うんだけど、ね、だからさ、うん、あの多分どの選手もさ、俺もそうだけどさ、スタートが速くなればさ、トップじゃん、うん、トップレベルにいるじゃん、うんうん、でも昔の方がさ楽にさ、うん、ステップアップできて、入れ替わりがね、入れ替わりが激しかった、うんうん、だから今は荒れたところを滑りこなすテクニックがまずなければ、うん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 、もう上に行けない、うん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 、そうだね。だから昨日なんか見てても第一シードの中で速いやつってやっぱ最後の方に2本目滑らされるから、うん、やっぱ難しいコースじゃない、うん、そこはもともと速いやつは速く滑るんだけど、うんうん、第一シードでも中間から後ろのやつってのはやっぱボロボロになるよね。あるある。うんうん。なるほどね。まあ、見てる人はどうなんだろうね。面白いのか。そうだよな。だからどっちなのかなって思うんだよな。でも選手としてはいい迷惑だけどね。そうだよな。うん。でもまあでも今年ひでえなって、これチャンスねえなって思ったのは。うん、さすがにチャンスねえなと思ったのは今回のキッズとザグレブだけ、うん、それ以外は荒れてるけど、うん、もう荒れたところでやるしかないのは分かってるから、うんうん、全然問題ないっていう、うんうん、だからウェンゲンを逃したのはちょっとでかかったね、うんうん、あれはかなり痛かった、うん、結構、うん、もう普通に調子が良かった、うん、30番に今入ることが大切だから、うんうん、ウェンゲもでも結構荒れてなかった？全然綺麗だ。そうだね、うん、あとアーゼルボーデンがその以上に綺麗だ、完全によれゴケだったもん最後、うんうん、でも最後に息も、うん、今度映像を見てほしいんだけど、うんうん、転んだ後に前 見えてた、引きずられて膝だけ返して入ってってる、あ本当に息も、うん、あとほんまにだ、うん、あれはだって普通に行きやすの、はい、間違いなく入れて27位とか26位くらいに入ったの、うんうん、まあアゼルボーデンいつもなんかこうさ急斜面でぶっ飛んだりよくして、そこはこらえたんだ。あのさ、すげえやっぱり荒れてるから、それでも、うんうんうん、あの行けるところまでいつもはちょっと考えながら来たんだけど、うんうん、最後にこう最後のどうせ荒れてるからそこに行くように、うんうん、今回はね、最初から最後までバッターに行く、もう力尽きてもいいから行く、うんうん、アウトしてもいいから行くっつってアウトを転んだら、それはそれで悔しいんだけど、うんうんうん、あの体の方のコンディションだ、いいっすよ、ね、うんうん、何も問題ない、あの結果出すだけ、あそう、痛いところはないの、はい、その体力面では、体力面では別に、うん、まあスワロームくらいですからね、うんうん、これで今 GS やれって言ったらもうスワロームの体に今なっちゃってるから、うん、結構厳しいと思う、うんうん、でもね2月は、うん、2月はもうスケジュールがあれだったんですよ、うん、1回また開くじゃん2月の、うんうん、その時はフィスとか GS バンバン出ていこうかな、うんうん、こっちに、うんうん、帰らない、まあ、今年は最初からは分かってたってやつもなんだけど、スタート順の問題っていうのは、ここまで行くとね、うん、別に下がることないからね、あの逆にいいよ、うん、30番前後で、うん、また下がるんじゃねえかなとかっていう気持ちがないから、全然毎回毎回、何も恐れるものもない。じゃあ例えば去年とかは
結構そういうのもあったってこと、去年は俺それどころじゃなかった、もう、うん、毎日一日一日スキーできることがもう奇跡くらいの、うんうん、腕がもう動かないからさ、うんうんうん、飯もろくに食えねえし、うんうんうん、それはどうやって治ったの、わかんない、知らないうちにちょっとずつちょっとずつ動きようになって、うんうん、なったのもわけわかんないしだし、治ったのもわかんないしってこと、いや、なったのはクリスマスに朝起きたらもう右半身全部動かないのがあるんですよね、うん、でもそれも要するに原因はわかんないわけでしょ、でも多くの先生は、うん、首こっちのね、首の、うんうん、そのクラッシュから、ね、うんうん、って言ってる、うんうん、見えないんだって MR とかじゃ、うん、神経が、細かい神経が詰まってるとか、うんうんうん、なるほどね、あとだからジュリアいるじゃないですか、ジュリアとかカズコさんとか、ジュリアがずっとトレーニングしているハワイのアレハンドラっていうんですよね、ピラティスの、アレハンドラとかもすごいよく見てくれたりして、ニュージーランドに、ハワイ行ったわけじゃないの、ハワイ行ってないです、今年は行く、ハワイで合宿しようかな、あ、何、夏にニュージーランドにジュリアについてきたの、ジュリアはプライベートで連れてきてて、でジュリアが、うん、アルハンドラ連れてきてるから見てもらいなって言ってくれて、でジュリアとアルハンドラに行って、ピラティスに行って、じゃあ女の人、女の人、どういうことして、でも基本の体の使い方とか、その筋肉、体の全て この体はこういうもので、そういうレクチャー、ストレスとかもそうだし、スピリチュアル的にもそうだし、その筋肉を全て解放してあげる、体を解放してあげるって、そういうことがすごく大切なんですよ、ね、こう、うまく、なんていうの、理解できたっていうか、ああ、こういうことだったっていうのがよくわかる、うん、すごいよくわかるです、ね、なるほど、それでまあじゃあ自然に何かをしたっていうことわけじゃなくて、うん、治ってほしいとはちょっと考えてたけどね多分すごく強く、うんうんうん、もういい加減にしてくれ、去年は本当に引退しようと思ったからね、本当に、でもさ、シュラドミングでもその前のウェンゲンでも結構良かったじゃないですか、その2戦くらいで、アーデルボーでも結構良かったと思うんですよね、シュラドミングが転んだ後の中間タイムがラップとかだったりするでしょ、そういうので、あ、俺全然手なくてもいけんだなと思って、考え直した感じ、普通に考えたらさ、もう右手使えなかったらさ、使えない、こっち懐中電灯持ったらもう両手埋まっちゃうし、何もできないじゃんと思う。それが1月ぐらいか、そのクリスマスにおかしくなって、おかしくなって、クリスマス一気にもう全く動かなくなっちゃったから。あ、俺もう脳卒中とか、脳梗塞とかそういうの聞くじゃないですか、もう麻痺して、本当に見事に右半分だったんですよ、あれってもう起きれないと思って、ピクリともできなくて、まぶたも鈍いんですよね、もう開かないですよね、左だけバッと開いて、あれって思って、俺喋るのもじゃあ口がなっちゃってなるよな、あれ全然喋れない、で夏のトレーニングはじゃあぼちぼちは普通にできた、ジスで、久しぶりにジスに行って、あ、そう、次帰ったら次も、今来てる人ジスの人、あ、もう帰ったんだ昨日、あ、そう、ジスの、ジスの人、今回はねスキー連盟が呼んだんじゃなくて、そのジスの石毛さんとかがいろいろこうやってくれて、ジスのお金でこう、研究っていうか、ああ、なるほどね、なるほどね、だから俺、もうここ数年トレーナーがいないじゃん、俺はマスターはいらないんだ、俺はトレーナーの方が俺はどう考えても重要だよ、もう体を動かしながら体を作っていって、こうずっと調子を上げてきてた人だから、
もう当然それプラスマスさんがいればいいけど、うんうんうん、俺の方針は日本チームで一番じゃないときは俺の意見を言わないってことだから、うん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 、まあ、それは湯浅に任せる、うんうんうん、あいつがチームをまとめるのはあいつの今の仕事だと俺は思って何も言わないチームに、うん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 、あいつはトレーナーよりもマスターだからマスターがやつっていう、うんうん、石井さん戻ったんだ。ジスジスも今偉い人です、うん、そうなんだ、うん、偉い人だから俺もジス行くよ、うん、そのままの別にジスに行く必要もないなと思ったんですけど、うんうんうん、Something to drink for you? A sipping? どうする？カフェみたい。やっバイバイ。もうそう、やっぱ時数いいわ、うん、遠いけど、うん、あの辺でも放射線高いんだこの間のすぐそばで、うん、すげえ公園すげえ 2マイクロくらい出てたんだよ。あ、本当に、うん、いや2マイクロってみたいな、うん、そういう数字ってさ瞬間的じゃなくてやっぱそこはそう、そういうもの流動的に流れてるってそこにあるのと、うんうん、流動的なのと、うん、そこに、うん、もう土壌が汚染されてるっていう二通りあるんだけど、それはもう線量計見たら俺らは明らかな動き、ずっと線量計を見てるから。でもそれさえもラジウムだって言い張ってるからね。ラジウム瓶埋まってる。ああ、また瓶かよって。そこラジウムじゃんなんですか。その話しかしてみるとまた終わらないだろ今そうすると、まあ、その結果が出ないっていう意味で言えば、まあ、ワールドカップも十何年。去年はさ、俺もヨーロッパカップで頑張れよかったんですよ。うんうんうん、でも、それどころじゃなかったからさ、もう滑ることがもう俺の中でみたいな。でも去年は去年で、もう結果的に、ポイントも取れずに終わったけど、うんうんうん、やりきったことが俺の中であれで、うんうんうん、でそれが招いてる今だから、うんうん、別にまあ、うん、まあまあそういうことなんだな。だからそのほんとなんていうかな、ポイント戦略上考えれば去年のうちになんとかするべきだったんだ。去年のうちなんとかするべきだったし、それを今年なんとかしようと思ってんだけど、うんうん、現状はその戦う場がワールドカップなんだけど、まあ、ポイントっていうことでいうとワールドカップなら厳しいわな。そうですね、うん、これはじゃあどうやって、いや与えられた中で全力で毎日やるしかないよね、うんうん、結果としてはそのやっぱあのスターティングリストの30位っていうよりも、うん、フィスポイントで6点欲しい、うんうん、そしたらなんぼでもなる、うんうんうん、だからもう今の番号じゃなんぼでもならない、うん、もう狙うところが30位だもん、うん、もう完全に、うんうんうん、ですっげえ条件がいい、例えば、うん、この間のベンゲンみたいな時だったら、うん、十何番とかあるかもしれないけど、うん、でもありえないのはラップはないっていう、うんうん、そうね、うん、俺が昔2番になった時と明らかに条件が違うじゃないですか、うんうん、柔らかいですよね最近、うんうんうん、いや、これは不思議なんだよね。不思議だよね。天気だけ、まあ、天気も確かに今年は雪は多いけど暖かいじゃん、うんうん、なんだけどやっぱ最近みたいに固くできるところを固くしてないんじゃないかっていうのはよくある、うんね、まあ明日もこれ結構望み薄だな。でもキッズよりはマシっていう、もう俺の中でキッズがもうワーストだから、うん、俺の今までの人生の中で、うん、スキー人生の中で、うん、アキラカップの漫談になんなかった、うん、スルーに膝くらいの深さの、うん、あれ2つ履いてる、うんうん、やんなよこれみたいな。どうもう膝から下見えないもんな、ね、下から見てたテレビの画面でも、うんうんうん、まあでも、このレースはしょうがないってみんな言ってたけど、うん、俺はしょうがないで済ませたくないからさ、うん、しょうがなくねえや、うん、こっちはもう人生かけてんだけど、ね、一戦一戦、うんうん、そういう意味ではトレーニングでの調子っ
っていうのは悪くないわけでしょ。トレーニング、うん、もうトレーニングキングですよ今、うんうん、同じコースで滑ったらもう、うん、チャンプですよもう、うんうん、なかなかだからそういうのは歯がゆいよね。そのでも、うん、それさえなかったら俺は多分やばいですよ、ね、ああそれが支え、うん、あのコースだけでしょっていう、うんうん、だからそっから行く技術を俺がつければいいんでしょっていうのははっきりしてるから、うん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 、だからそれは楽、うん、だからその調子をずっとキープしなければいけない。うんうんうん、なるほどね。練習でもさ遅かったらさ、うん、それ引退じゃんって話になると、うんうん、実力ないんだから、うんうんうん、でも練習とかさ、うん、そのコースの条件が良くなれば、うん、そのウェッセンドルフもさ、うん、そうだしさ、うん、あの中で同じようなのを出せるのが分かってるね。あれだって決していい条件ではないよな。今年の中ではいいっていうだけで。いや俺の中ではすんげえ綺麗だったあそうすげえ綺麗に感じる。人間の慣れってこういうことも慣れなんだなと思った。俺がだって昔デビューした時より間違いなく悪いですよね、うんうん、本当にね、はいはい、いや今の本当にレースはタフだ、うん、全然固めない。あれだ2本目も良かったんだ。結局2本目もう悪くなかった。上がったんだからな中距離から、うんちょっと関係ない話になるんだけど、まあ、あのヒルシャーのまたいだまたがない。あれ片半でしょ。ああ昨日のはね。昨日の片半じゃない。1本目もあれやってたんだよな。1本目1本目あれは、うん、だ今のルールあれらしいね。トップからテールまでが全部が通過してないといけない外を、うんうんうん、トップ乗っかった後にこう行ってるでしょ、うんうん、それも多分ダメでしょ、うん、ダメなんだ。俺あそこウェンゲンかどうか去年かどうかで、うん、あれでダメだったんですよ。結局コースアウトかなんか転んだんだけど、うん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 、あれでダメだったんですよね、うん、ちょっと乗っかって俺は乗ったけど外を通ったって言ったけど、うんうん、トップからテールまでが通過だからって言われて、うん、で乗った段階でダメってこと。乗った段階でちょっとでもこう乗った段階でもダメって、うん、あそう、うん、ルールが変わってるらしいです、うんうん、でも間違いなくキュンタフィアでしょ、うんうん、え間違いなくってのはギュンターが変えたって変えたっていうのはやっぱり、うん、あれは知ってるでしょ。あ見てて、うん、だってスローにしても乗ってるでしょ。どうやってやっても、うんうん、でもほら OK みたいな、うんうんうん、でも全く俺に関係ない話ですよ、うんうん、だからその今そのさ問題になってるのは要するに分かってたのにゴールしたじゃないかっていう言い方なわけじゃない。クロアチアの方は勝たないでいいですかって言ってやれでもそのオーストラリアの方は分かんなかったんだっていう。でもね分かんない方もあるんだよ。あるんってあるの本当に、うん、多分あれは分かんないかもしれない、うん、本人、うん、それも分かる気がする、うんうん、そうだよね。ひょっとしたら分かってるかもしれないけど、うんうん、でも確信はないじゃん。どっちにしたって確信がない状態でやめるってことが選手にとってどれだけ大変かっていう話だよな。そう、うん、それはすごい分かる、うん、俺も、うん、あれしたかなとかしてないかなとか、うん、だからこの間練習で、うん、終わった後にウェッセンドルフで練習、うん、レースの後に終わった後に、うん、キッズの前俺2機も目で加担したんだよね、うんでも俺の記憶の中に全くないんだよね、その片半が、うんうん、で伊藤さんがレース終わった後に、うん、アキラ片半したって言われて、いやしてないよ、うんうんうん、で井川さんが、いやアキラさんしてたっすよ、ね、2本目でガッツリって、いやしてねってとか言って、うん、どんなのって言ったら、いや足首なんか本当怪我したかと思ったぐらいしたっすよ、うん、いやしてねってっつって、うん、ビデオ井川さんが持ってきて、アキラさんこれっすよとか言って、うんばっこり汗パコンとかなって全然記憶にないの。あそうだから、うんうん、ああいうの本当にね、うん、微妙かもしれない、うんうん、全く抵抗がない片半とかもあるんだよね。足とかにこうフィーリングがない、うんうん、なるほどね。あれ
たいな。もう明らかにさ、跳ねられてさ、パーンと開いちゃうのは、うん、なんか分かる、分かるな。ああいうのは本当分かんないよ、うん、でもやっぱり今はさ、イボはさ、うん、もう少しでも点数つけたいからさ、うん、イボもそうだし、うん、クロアチアチームも、うん、でオーストリアもつけられたくないしさ、うん、そこの攻防はもう2人でやってくださいって感じだけどね。そうだな。ね、まあ今日、あ、明日かで一旦ちょっと間が空いて、でその間にはどういうもう完全にフィジカルに徹しようと思って、うんうん、去年はここまでは良かったけど、うん、この後トーンダウンしたから、うんうん、あのトーンダウンしたから、うん、ジスでもうちゃんと低酸素質も全部予約して、うんうんうん、低酸素質で、うん、そのマスアローミに特化したトレーニング、うんうん、クイックネスと、うん、そのミドル系の、うんうんうん、だから多分1分動き続けるプラス、うん、俺の場合荒れてるから、うんうんうん、1分20秒くらいの感覚で、うん、もう動き続ける体を、うんうんうん、体っていうかあの刺激、うん、もう体に情報を植え付けるっていうトレーニング、とりあえずはあれ今年のことだけ考えてる。例えばまあ来年ぐらいからさ、ね、またオリンピックっていうあれが、とりあえずは、うん、あのオリンピックまでには大きな目標、うん、中期的な目標、うん、短期的な目標はもうちゃんと設定してるから、うん、やっぱり長期で考えたら、うん、俺は韓国までやる、うん、韓国のオリンピック、うんうんうん、やっぱり韓国の方は絶対にアドバンテージだから、うん、アジア人にとって、うんうんうん、なるほどね。で中期的な話になると、うん、やっぱり目の前のオリンピックもそうだし、うんうん、そのオリンピックまで その流れをここでこうして、うん、今のところそれがうまくいってないけど、うん、ポイント取れてないから、うんうん、でもちょっと切羽詰まらせながら、うん、ちゃんとエンジンをかけてずっとシーズン最初からやってるから、うん、必ずどっかでゲットする、うんうんうん、調子が本当にいいのは俺ももう全然腐らずにできるけど、うん、昨日はさすがにムカついた、うん、ムカついたけど、もうよし次は、よし次は、うん、絶対来るよっていう、うんうん、あの、アイホープじゃないが、うん、今確信だからさ、もう絶対いけるっていう、うん、表彰台知ってんのは俺だよっていう、うん、そういう自信もあるし、うん、で短期的なものをやっぱ今シーズンを最後にはここまで持っていくっていう、うんうん、そのここまで持っていくっていうのはだん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 こうレベルが下がってきてるんだけどさ、一個一個少なくなってってるからさ、取れるチャンスも少なくなっていくし、でも6点は絶対に取って2個、そこの2つ取れば絶対いける、楽勝に。だから30番台で滑ったらもうああってもうずっとニコニコしてるだろ。あの今年韓国チームさ来てんじゃん。韓国いいでしょ、まあ、びっくりしたんだけどさ、うん、韓国いいんだよね、うん、あれはよく知ってるやつ、トムって一人こっちに住んでるやつはよく知ってる、うん、ドイツのペラペラのやつ、たまに一緒に練習したり、うん、早い方じゃない、ドンヒャン、うん、は知らない、知らない、うんうん、あのドイツに住んでんだ、うん、オーストリア、オーストリア、うん、ずっとあそこで、ね、一人で、あそこなんだっけ、あそこ、トム、あごめん、うん、名前どう忘れてたけど、オーストリアのところで練習してるチームに入って、うんうん、オーストリアチームに混ざってってこと、いやオーストリアチームじゃなくてプライベートの、うん、あ韓国いいことだと思うんですよ。そうだね、僕的にはすげえ嬉しいですよね、うん、いつもっていうか去年は全然来てなかったでしょ、去年はね、うん、その前はそれ不思議な行動するんだよねマジで。そうだよね、あのアルタバディアだけ時々ポコッと現れてでもういなくなった、うん、で俺アルタバディアの時聞いたんだ、1月は来んのかったら、いや来ないっつってたんだよ、うん、金がないっていうのもあるらしいけどねやっぱり、うん、金ないのか、ポテンシャルはあるし、うん、いいコースもある、うん、から絶対に強くなるんだよね、うん、韓国は、うん、見ててどう、体とか強いやつら、
まだそういう面で。いや気持ち強いんじゃないやっぱり韓国、うんうん、俺は韓国人の友達すげえたくさんいるけど、うん、在日もそうだし、うんうんうん、気持ち強いっすよ、うん、やっぱ在日とかさ、うん、在日の人はまた基本韓国人とまたちょっと違うじゃないですか、うんうん、あの韓国にいても居場所がない、うん、日本にいても居場所がない、うん、だから自分たちでもメイクするしかないっていう強い気持ちある、うんうんうん、でもそれはさ、もともと強い人種からじゃないとそういう気持ち生まれないじゃん、うんうん、っていうかそういう在日なんてならないじゃん、うんうん、強い人種じゃないと、うん、だからその辺はね俺ね一緒にいたいなって思う、うん、勉強になることがいっぱいある、うんうん、だから、うん、あの韓国のやつらは、うん、俺結構、うん、これからリンクしていきたいなと思う、うん、今だってスタート順並んでるし並んでる今全く同じとこであるし、うん、すげえなっつって、うん、でもあいつらすげえ静かなんだそうだねすんげえ静か、うんうん、あまり喋ってないもうちょっと喋ろよみたいな、うんうん、おはようございますとか言って日本語うめえなっつって、うん、コーチもコーチらしくないしな何か、ね、友達連れてきたような感じがやつらだ、うん、なんか韓国は韓国で確執がすごいから連盟とどうのこうのか、うんうん、日本のお疲れ様日本のどうなったのとか、やっぱ縦社会が激しいでしょ。激しい部分、そういうのがあるから。俺は、俺は多分スキーはやめたら、韓国に力を貸すと思う。韓国に行きたいから。行くとはしな。そもそも MC を輸出してるからね、ビッグマーケットだからね、韓国、韓国だけなんですよ、やってんの、うん、あと放射能もあるし、なんかあったら向こうの海も見えれる、うん、準備はしておこう、本気で考えてるからね、ドイツはあの放射能難民を無条件で受け入れる、うん、あ、そうなんだ、うん、だから国籍渡すって、ドイツは、本気にちょっと考えてるAre you ever ready? Yeah. 確かに痩せたないです。痩せたよね。やばいんだよ。大丈夫かって感じだよね。心配になる。俺もスキーウェア着てる時よりも私服の方があれだな。俺も心配になってこの間帰国する時帰る時大丈夫かって言って電話して、そしたらすげえ喜んでさ。ありがとうな電話してくる。いや心配だろう。コーチだと死なれたら困るよね。後味悪すぎる。あのうまくやってんの？うんいいっすよ。いやコーチとしてはいいっすよ。優れてる。セットとかもすげえ優れてるし。いやでも最近人間性もちょっと変わってきた、うん、そう病気したせいか、うん、去年はあれなんじゃないの、いい最初でさガツンって多分そうだと思 う、うん、こう自分が優先だろう、うんうんうん、まあ動物的だよね、うん、そういうのは、うん、だからそれは俺も一緒だった、うん、だからもう、うん、バッチンバッチンだったけど、うんうんうん、二人とも飛んだの二人とも認め合おうみたいな、いや優れてるっすよ、オーガナイズとかもやっぱり、あのヨーロッパカップとかには絶対来なかったりするけど、それは今はもう理解してるし、ミヒがちゃんと現場に来て、あれすげえ頑張ってない、そうミヒ頑張ってるすげえ、about you we are talking about you頑張ってるんですよ。しかも何が受けるってさ、うん、コースにシギ一人でよ、うん、スタートにミヒがいるっていうのが受けるでしょ、うんうん、逆だろうって。どこがいいって話になって、いやもうあいつ結構スタートでさ、もうずっといけるぞみたいな、もうすげえ上げてくれるからさ、うん、いやお前ちょっとスタートにいてくれって、うんうんうん、そうか飯、じゃあありがとう、はい、明日お頼みください。夜はね、体
体が動きやすい。朝早いんだ好き。最近ケトルさん見てるもん。Asaki, last meter for the guy from Japan. Seine Zeit 49.13, 13, derzeit Platz.